今日も高気圧に覆われ汗ばむ一日となった県内。強い日差しが照りつけた高知市では、日傘を差して歩く人の姿が見られました。9月なのにちょっとまだ暑いですね。だいぶ朝晩はだいぶ涼しいんですけど、やっぱ日中外に出るとどうしても汗がすごい出ちゃいますね。県内の最高気温は四万十市江川崎で 34.9 度、本山町と上市大戸地で 33.3 度と、県内16の観測地点のうち15カ所で30度以上の真夏日となり、最も暑かった江川崎では平年よりも5度以上高い気温となりました。高知地方気象台によりますと、明日明後日は一時雨が降る見込みですが、今後2週間以上は平年より高い気温になるということです。